どうもこんばんは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。ロト6キャリーオーバーが4億8000万出てるってことは、やっぱり1等当選者おらんのかな。ちょっと確認します。ああ、やっぱり1等が該当なしで、2等もたった4口で約1900万か。そうやな、1900万やな。ってことはやっぱりかなり難しかったんかな。まあ前回がめっちゃ荒れてるから、なかなか、当選するのが難しい。逆に当選してるのがすごい。あんな極端な数字で。まあとりあえずボーナス数字から見ていきたいと思います。ボーナス数字が27。17は入れてるけど、27は入れてないな。続いて本数字を見ていきたいと思います。緊張すんな。よし。6、6ある。12、17、41、あと1つ。あと1つか。12、13、15、17。あと1つ。いや、惜しかった。あと1つで当選やってんけど、41か最後。僕が予想したのは、1と21と31。めっちゃ惜しい。だから31だったら当選だった。31やったら当選やってんけど、41やもんな。わずかにずれた。まさか41が出るとは思わんかった。最近よく出てたから41。だから41はないんじゃないかなと思って。今回も偏ってんな。10番台が4つやもんな。いやー、ここ最近ほんと難しいな、ロト6。でも、久しぶりに2つか。2つは一致したから、ちょっと近づいてるんかなっていう、実感はあんねんけど。いや、ほんとに、難しい。まあ、また気持ちを切り替えて、明日から、ロト6の予想、したいと思います。見ていただけたらありがたいです。まあ多分2時間ぐらいかな。今回も難しいから、そやな、2時間ぐらいのライブ配信になると思うけど、見ていただけたらありがたいです。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。